はい、ということで漫画家応援プロジェクトシャープ5の話をしていきたいと思いまーす。ね、なんかね、結構書き溜めてたはずやのに、なんでこんなに作品がないんやろうと思ったら、あれですね、あの作品のくじ引きのやつで持ってたストック全部出しちゃったんで、まあ新作っていうところで桜と恋というものを踏み切りさせていただきました。ねえ、もうね、あの新世界漫画賞は絶対新作みたいなルールがあるんで、まあ桜と恋はねもう使えないんですけれども、また別のね新しい読み切り書いておりますので、またどこかで日の目を浴びれたらなと思っております。というところで作品の評価というところに行きましょう。30ページ以上の作品を仕上げるのは非常に素晴らしいです。創作の第一のハードルは始めた物語を完成させることだと思います。現時点でそれができているので、あとは自分を信じて書き続けてください。創作の合間に他人の作品を俯瞰してみる時間を作ってみるのもいいと思います。はい、というところでね、なんかもうこの時メンタルめちゃくちゃやばくて、でいつもならね辛口評価とかするんですけれども、なんかもう今この厳しい言葉を受けたらこのまま筆折るなーみたいな感じになってしまったので、甘口評価お願いしちゃったんですよね。いやー、もうね、自分に甘えちゃったなーって反省しておりますね。 YouTube のねコメントもね、あの多分前々回かな、あの頑張りすぎちゃった漫画家志望みたいな動画でいただいてたんですけれども、なんか YouTube クリエイターみたいな、なんかその YouTube のそのアプリとは別に、そのなんか管理しやすい動画のアプリがあるんですけれども、その通知がうまく働いてなくて、で、あれみたいな、どうやって通知見んやろうって設定直すんやろうと思っているうちにコメント消えちゃったみたいな本当にごめんなさい。普通にね、よくよく考えたら YouTube のあのリンク飛んでその動画からコメント返事すればよかったなーって反省しております。あの何を書かれてたのかわからないんですけれども、まあ、ちょっと確認できなくて本当に申し訳ないです。今はねちょっとメンタル回復してきたので、またコメントお待ちしております。で、あ、そう、商品やね、商品は LINE、 じゃあクオカードペイ1500円分いただきましたね。結構ね、あのクオカードをいただくことが多くて、で、あれってなんかローソンとかでしかコンビニ使えなくて、で、いつも現金でその存在をね普段使わないからそう忘れてしまって、なんかなんやかんや5600円ぐらい貯まるっていう、ね、一番くじ発売された時に使おうかなって思っております。そう、最近コンビニ行くことがなくなったね。まあ、節約してるのもあるんですけれども、まあありがたく使わせていただきます。いつもありがとうございます。まあ、LINE 漫画さんはちょっとね、プチ連載してる。あ、そう、縦漫画の社長と経理というものを連載っていうか勝手にしてるんですけれども、まあ、それの更新ちょっとしたいなーで、ちょっとネタが仕入れたので、やってみたいなーっていうのと、あと、ジャンプトゥーンっていうところで、ジャンプさんもついに、縦漫画に、手を出しましたね。手を出すっていうのもあれなんですけど。ね。ちょっとそれに向けて作品作りをね、社長と経理で培ってきた縦漫画を活かして、面白いストーリー作れたらなと思っております。
というところで最後まで見てくださった方ありがとうございました。これからもね、またあの動画投稿していきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あ、昨日ね、友達の大学の友達の結婚式行ってきたんですよ。ね、なんか地域によって結婚式の催し物違うなっていうのと、そう、新婦さんがね、ちょっと片言日本語風みたいなちょっと寄せてたり、なんか噛んだり健やかなみたいなとこ、健やかなる時ものところで、すこ、あ、すこみたいな、もうねゲラなんすよ、本当に。もう一人ね、ゲラの友達いるんですけれども、その子いたらもう絶対爆笑してたみたいな、笑っちゃいけないみたいな、本当に昨日は笑っちゃいけない結婚式でございました。で、ブーケトスもね、なんかああいうのってほん、まあ、正直お花をね持って帰る方が大変じゃないですか。結局ね、あの会場に飾ってるお花ももらうんで、ちょっとあれかな、荷物なるなと思って、でも友達枠が6人、私入れて6人しかいなくて、でまあ親戚のね子供ちゃんたちがいたんで、その子らうまく撮ってくれたらいいなと思って、ファーって見てたら誰も撮らへん、落ちるみたいなね、ドレス着てんのにね、膝ついて撮りに行けもギリギリ落としてない感じで撮りましたね。もうその後子供にお花欲しかったってギャン泣きされた、ごめんねみたいなその子はね、後で新郎さんのねバズーカクマちゃんをもらってたんで、平和に終わったかなって思っております。友達にね、一緒にいた友達に、絶対ユミハちゃん泣かへんやろみたいな。いやでもね、泣く以前にね、あの面白くてさそれで、ね、なんか細かいことにさ気づいちゃって涙が引っ込むみたいな、ちょっとうるってきて、あの福山雅治の家族になろうよっていうところで、でね、結婚したその友達は再婚でお父さんの名前が違うんですよ。何々さんのような男の子で、何々ちゃんのような女の子でみたいなところで、ああなんかいい歌やなと思って、新郎側3組ぐらいカラオケ大会でめっちゃ歌うやんみたいな、ね、もちろんうるってくるんですよ。歌ってる方もね、やっぱ歌うと感情的になるんで、でもそれを持ち直してバリバリ歌うやんとかちょっとなんかみんなで盛り上がる系の結婚式やなーって勉強になりました。うん、やっぱね、コロナもあって、なんか気づけば赤ちゃん生まれてたりみたいな、 LINE のアイコンが赤ちゃんに変わってるみたいな、なんか結局結婚式もやらずに、まあ、そのまま入籍するっていう流れが多かったんで、まあ結婚式久々に行ってね、ちょっとまあお酒飲んでちょっとしんどいんですけれども、なんかああいうのって断りづらくないですか。全部は飲まなくて、まあ一口二口飲んで、まあ美味しいなーって、うん美味しいねーと思って飲むんですけれども、ねー本当によかった。久々にね友達とも会えて喋ったりして、まあ初めての受付しても、ほぼ友達がいてくれたんですけれども、ああいう貴重な体験もさせてもらって、信頼もしてもらえて、本当に招待してくれてありがとうございますって感じでしたね。友達はもともとね、大体赤字になるんでね、ああいうのって親戚いっぱい呼んだ方が赤字にならないっていうことで、まあ、結婚式呼ばれるの、まあ3回目かな。1回目が中学の時の顧問の先生が結婚式の時にね、なんか強制参加みたいな、そんなに感謝してないけどみたいなみんなでね仮面つけてバタフライ、バタフライ、今日はテレテテテのね、やりましたよねあれをね、その中学校の顧問先生同士が結婚したんで、みんなで肩組んで歌ったりして、で2回目が同期の結婚で、
同期って言っても2つ上なんですけど、2つ上の同期の結婚式に、まあ、会社全員で行ったんで、もうほぼほぼ仕事みたいな感じで行って、で3回目友達の結婚式っていうところでね、いやー、なんかまあ行くのは場所伏せますけど遠かったんですよ、ね、しかも前日めちゃくちゃ大雨で、え、これ大丈夫みたいな、当日めちゃくちゃ晴れていい天気でね、ちょっと汗ばむぐらいやったんですけれども、中は冷房ガンガンで寒ってなってたんですけれども、ご飯も美味しくていいところで結婚式やったなーって思っております。まあ、結婚式場の背景いっぱい撮れたんで、またどっかの漫画で生かせたらなーって思っております。というところで、最後まで見てくださった方ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。